にちは、誘導員のミクとちなみです。川崎競馬第10回開催が本日よりスタートいたしました。一緒にいるのは誘導馬のマットロン君です。今開催の誘導馬はマットロン君と BB トルネードとアドニスの予定です。川崎競馬誘導馬名物のコスプレはクリスマスツリー、スノーマン、トナカイと盛りだくさん。私たちも最終3レースはサンタのコスプレをするので、少し早いクリスマス気分を味わってください。それではちなみちゃん、今開催の日程とトピックスのお知らせをお願いします。はい、第10回開催は本日12日月曜日から16日金曜日となります。ついに川崎競馬最大規模のレース全日本2歳優駿が14日水曜日に開催されます。なんと全日本2歳優駿の誘導は3頭で行います。また川崎競馬名物の YouTube 番組の日程はこちらになります。そしてそして、誘導馬たちが普段暮らしている乗馬クラブに STL ベータに出演している光月遥さんがロケ撮影に来てくれました。全部で3本の動画になる予定ですが、1本目が明日13日12時に公開予定です。私たちも出演しております。ぜひ見てください。それでは皆様、12月も川崎競馬をお楽しみください。またねー。12月も川崎競馬を楽しんでください。楽しんでください。お楽しみください。お楽しみください。はい。